はい、皆さんこんばんは、よさんです。こんばんは、ちょうさんです。はい、あとあかりに出しときます。はい、はい、アシスタントですからね。はい、はい、ちょこちょこ出てたり出てなかったりしますけど、シフト制やから。シフト制誰とシフトを組んでるんですか？28号は1回しか出てないんです。そうですね、はい、あかりんは僕のデスクに常に置いてありますけど、まあ、撮影の時とかは持ってきていますけど、ね、はい、はい、一応ねアシスタントあかりんも一応置いておきます、はい、でまあ今回ですけども、はい、そうだな、ちょっと前に仮面ライダーのバトルホッパーっていうあのバイク、はいはい、仮面ライダーブラックのね、うん、あの商品を紹介しましたけども、はい、今回またそうやってその仮面ライダーの関連の商品、うん、まあ、ちょっと紹介できればなというふうに思ってます、はい、ちょっと前の商品ですけどね、うん、でまあそれをねここに用意してるんですけども、はい、はい、仮面ライダーウィザードインフィニティスタイル、SH フィギュアーツというね、このバンダイさんが出てる商品になります、うん、はい、バトルホッパーの時と同じシリーズではありますね。そうですね、なんでこれもバンダイさんから、うん、出てますね、はい、はい、結構かっこよくないですか？そうですね。仮面ライダーウィザード見てました？見てない。これいつですかね、わかんない、うん、僕もね知らないです。これ平成ライダーですよね、思いっきり平成ライダーじゃないですか。そうですね、最初がもう平成ですよね。メカメカしいよね、うん、なんかインフィニティスタイルって書いてある、宝石がここにあしらわれてるんですよね、パッケージに。すごいキラキラ光ってます。はあ、すごいな、うん、でこちらの商品ね、一応ネットとかでも、まあ、出回ってはいるんですけど、うん、若干確かプレミアがついてたような気がします。ほうほう、値段的にちょっと高くなったかなと思います、うん、まあ、そんなめちゃくちゃ高くなってたわけではなかったと思うので、うん、まあ、そんなには高すぎるってわけではないんで、まあ、欲しい方は、まあ、買うのもありなんじゃないかなというふうには思っていますけどもね、うん、で、まあ、表がまあこんな感じで、裏はこういうふうにね、商品のね情報欄が載ってます。はい、これは、2013年に出た商品ですかね、うん、で、キャラクター自体は2012年の石の森プロテレビ朝日って書いてるんで、2012年なんで今から約5、6年前ぐらいですか。で出たのも、まあ、4、5年前の商品になります。はい、まあ、こういうのがね未だにこう残ってるっていうのはすごい貴重ですよね、うんうん、そうですね、なかなかね手に入らなくなってきてる商品ではあるのかなっていうふうには思います。うん、どうですか仮面ライダーで、まあここで東映のまた承認済みのマークここについてます。はい、これが本物の赤字です。あ、うん、赤字、うん、赤字じゃないな、赤字なんで、なんで赤字なんですよこれがね、はい、今絶対いじられるやん、もう赤字なんですこれがね本物の赤字でなってますから、なんかね、まあ、中古ショップとかでね買うのでも全然構わないよっていう人は多分いるとは思うので、そういう方はね、このマークがちゃんと入ってるかっていうのを確認して買ったらいいと思います。はい、で、まあ、これ新品なのでね、横ちゃんとテープで止まってます。で、丸テープじゃなくてこれ普通のなんていうんですかね、セロハンテープみたいなんで止まってますんで、まあ、それがまあ新品かなっていうところの判断基準になるんじゃないかなというふうに思います。うん、はい、まあ、インターネットとかでね買った時にね、こうちょっとどうなんていうのもやっぱありますからね、うん、それだけはやっぱり怖い。インターネットで買うと実際商品を見て買えるわけじゃないじゃないですか。そうですね、写真は載ってますよもちろん、ただその商品の状態とか、うん、パッケージ上で見れないっていうのはちょっとインターネットの、まあ、一つの欠点なのかなっていうふうには思いますね。うん、うん、そうですね、やっぱ実際にねやっぱ商品を見て買うっていうのすごい大事ですよ。パッケージのね状態とか、これ結構状態すごいいいんですよね、うん、まあうちのね商品ですし ね、まあ、そうですね、うん、普通に倉庫にあったものになるんで、はい、誰かの手に渡ったことがない、うん、状態ですから、そうですね、はい、まあ、すごい状態はいいんですけど、だからそういうのもね買う時に、ね、基準にしてもらったらいいかなというふうに思います。うん、販売店とかでも残ってるとこあるかもしれないんで、うん、まだお近くの販売店見に行くのもいいと思いますし、はい、まあこれ見て やっぱ欲しいなとかやっぱ思うやったらね、ネットで買うのもありなんじゃないかというふうには思いますね。はい、まあ、仮面ライダーシリーズですから、まあ、今の、ね、商品じゃないのでちょっとあれですけど、クリスマスのね、うん、プレゼントとかにこういうねフィギュアっていう子供にあげるのもいいんじゃないかなとちょっと思います。そうですね、はい、これは対象年齢とかは特に記載はないので、まあ、子供でも、あ、対象年これ15歳以上でした。15歳以上ちょっと15歳以上だとちょっと厳しいか、中学、あ、高校1年生、
中学3年生。ちょっと子供にあげるのはちょっと厳しいかな。あのパーツが多分ちっちゃくて飲み込んじゃうっていう部分が多分あるんですよ。かもね、うん、細かいとね。まあ奥さんにね買ってあげるのもいいかもしれないですけどね、ちょっとねその辺は気をつけてね、うん、あのもらっていいかなと思います。そうですね。でこのシリーズ結構出てます、うん、先みたいにあのバイクみたいなのも出てますから、はい、そういうのと合わせてねあの集めるっていうのもね一ついいんじゃないかなというふうに思ってます、はい、でまあもしよかったらね興味ある方ぜひ買ってみてください。では今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。